デリニゼレクティスセインボスムセカンティバススタチカ、コンストラクティオ、1678ジョバンニチェバ、ジョバンニシーバ、1647年12月7日から1734年7月15日は、イタリアの数学者である。初等機科学におけるチェバの定理を証明したことで広く、知られている。弟のトンマーゾチェバも有名な詩人、数学者である。チェバは、 ミラノのイエズス会で教育を受けた。後に、ピサ大学で学び、教授になった。1686年には、マントバ大学の数学の教授になり、生涯そこで勤めた。チェバはその人生の大半を、幾何学の研究に費やした。1678年には、今日では、チェバの定理と呼ばれる、総合幾何学に関する有名な定理を発表した。この定理では、 三角形の頂点から向かい合う辺に三つの線分を引いたとき、これらは一点で交わり、三角形のそれぞれの辺に対する新しくできた線分の長さの比は同じになるということを述べている。チェバはこの新しい定理を出、リニゼレクティスの中で公表した。チェバは自身の定理を公表するだけではなく、メネラウスの定理も再発見し、 公表した。彼は1682年にオープスキュラマセマティカ、1692年にジオメトリア・モタスを出版した。ジオメトリア・モタスでは微積文学を予想した。最終的に、チェバは1711年に数理経済学の最初の本の一つと言われるデイリ・ヌンメラリアを表した。チェバは幾何学への工学や統計学の応用についても、 研究を行った。チェバは、ある時、二つの振り子の振動周期の比は、振り子の長さの比と等しくなるという間違った計算をしてしまった。彼は後にその誤りに気づき、訂正した。また彼は、推理学についての研究も行った。1728年には、オーバス・ハイドロスタティカムを出版し、推理学の成果について論じた。実際、彼は、 自身の水理学の知識を使って、レノ川の水をポー川に迂回させるプロジェクトを中止させた。ありがとうございます。